こんばんは。初期感強め、代理に感ある。うん、そう、こんばんは。嬉しい、ゆなちゃん。そうそう、リリーミューさん、あきららさん、かわいい、ありがとう。やっと配信超えた、ゆめちゃんだ、ありがとう。あのストーリーの感情は何もない。なんかうさぎになったよっていう感情。なんかうさぎかわいいでしょ、なんかフィルターなんかあってかわいいと思って見つけた。感情はない感情はない。大リリでリサちゃん欲しい、決まった、嬉しい、ありがとう。一吉と一緒だったっけ。卵は大好き、いつも食べる。ゆいちゃん、初見さんだ、ありがとう。初見さん、今日のファッションはあのこの襟が可愛いやつ着てる。全然見えないけど、うん。しおぴちゃん、ありがとう。なんかやばい、終わってる。サーモン、そう、炙りサーモンも好き。サーモンなんか最近ハマってる。そう、今度初めてお話し会行きます。嬉しい、お話し会来てくれるの。おうちゃん、ご対面楽しかった、ありがとう、見てくれて。縁側は噛みすぎる、わかる。縁側美味しい。縁側がの正体が本当に分かんないけど美味しい。うん、今週末はお話し会です。こんばんは。あ、ヒラメか。そう、毎回言ってる。毎回ヒラメってことを忘れる。ヒラメ、ネギマグロ、あ、美味しい。お塩ちゃん、虹、ありがとう。つーくん、こんばんは、ありがとう。毎回聞いてるよね、本当に。光り物がそう苦手。なんか光り物に関してはなんか結構食べない、絶対なんか見た目とかが結構苦手イクラ大好き。イクラもね、絶対食べる。カリフォルニアロールは絶対美味しい。おでん食べたい。おでんまだ食べてないことし。ざんまいちゃん、クマ、ありがとう。 I love you。なんかそう、見るけど光り物は、でも食べないことが多い。豚まん最高。かしおかさんだ、こんばんは、ありがとう。回転寿司で食べるの不安になる。まさとし、こんばんは。こんばんは。マヨコーンね、美味しいよね。うん、ごめちゃん、ハート、ありがとう。光り物ルーペ、逆だね。アボカドの、なんかアボカドとなんかマヨネーズとなんかエビみたいな、エビはないか。アボカドになんかマヨネーズと玉ねぎが乗ってるのも好き。なんだっけね、カリフォルニアロールってさ、何が入ってんだっけ。なんかアボカドとね、あのなんかイクラのなんかもっと細かいバージョン、あのとびっこ、そうだ、とびっことか、なんだっけ、あ、サーモンとかエビも入ってるね。うん、でさ、肉寿司が好き。肉寿司書いてなかったけど、肉寿司食べたい。ネギトロも美味しい。ご対面面白かったカリフォルニア食べたくない、美味しいよ本当に。そう、ミサイルさん、こんばんは。私は未だに行ったことないんだけど、なんか新大久保にある、あれはユッケ寿司なのかな、なんかよくインスタで出てくる、なんか一列になってる、なっててこうある、ユッケ寿司だよね、あれ多分並んでやるやつが好きで、食べてみたいなって思う。好きっていうか、なんか食べたいなってずっと思って、まだ食べれてない。うん、もやかちゃん、ハート、ありがとう。え、めっちゃ種類あるの、やばい。優柔不断だから決められないかも。仕事終わった、お疲れ様。
みさちゃん星ありがとう。ユッケ食べたことない？あーでもそうだね、ユッケは好き嫌い分かれそう。いつも以上に嘘、なんでだろう、このこれだから、白だから。今日お休みだったエコタイムで幸せ、ありがとう見てくれて。今日も来たよありがとう。新大久保流行ってるよね、なんかいろいろチーズが入った巻き寿司、え、なんだろう、なんだろう、美味しそう。スワローさんこんばんは。昨日天気の子見てた？天気の子リサも見たことないかも。新大久保いつも人だらけ。キンパは、キンパはどうだろう、あ、キンパはでもお寿司ではないんじゃない。うん、マミちゃんかわいい、ありがとう。うん、なんだろうね、あ、のり巻き、のり巻きかも。うん、まいちゃんありがとう見に来てくれて。サムギョプサル、あー食べたい、いいね。あ、韓国寿司なのかな。えらい残業して、まゆかちゃんお疲れ様。そうだよ、触覚ないとね全然イメージがね違うの。鬼変わるでしょうか、あの、あと今日前髪が薄い、なんか鬼変わる鬼変わるんですよ。そう、触覚は出すと10代、え、待って、やばい、もうダメだ、癖がついちゃった。でもイコタイムの時は触覚あって、これいつもの、やばい、なんかしまって放置プレイしたらこうなった。これはいつも、今日いいことな、別に普通、別に普通。なんか触覚たまになくしてみようって、あのなんかこういう時しかなくさないから触覚。そうそうだよ、うん、乾燥肌、乾燥する、普通。チキいつもリサちゃんありがとう。そういつもの、これはいつもの私、これやばい、もう終わってる、終わってるよやってみようって感じ。うん、足がね、そうニュートロジーナ塗らないとやばい、テカテカになっちゃう本当に。ストーリー見たよありがとう。そうストーリーにね載せたないバージョン。うん、あー、ここら辺の毛なんかこれはあるんだけどあんま作ってないかも。うん、幼いよ。ないバージョン好き。久しぶりのゆさちゃんありがとう。あ、ウルトラマンさん待ってる、ぜひお話し会。ストレートアイロン、ストレートアイロンでやる前髪は。そう、ないバーも好き。なんかでも私が思うのはここの毛がないから良くないんだよね。ここの横の毛があればちょっとはナイバーでも変わるんだけど、ここもないから余計もうね幼くなっちゃうのよ多分ね。なんかそうそう、ほらこれさえあればちょっと変わるんよね。これはしまって、ここ、ここ、前、そう前髪もどきみたいな、ここ、これ、これちょっと長いな。でも幼いけどストレートも似合ってる、嬉しい、まいちゃん。触覚をねウェーブにしたら可愛い、可愛い、前ねやってて、なんかさ、ない、これ、あ、あ、あるよ、これじゃない、あ、じゅじゅ長い、これ何だ、あ、これなくしたらいいのかな、これをこうしてここがなくなっちゃうとヘンチクリになるから、こうしたらちょっとあるんじゃない、え、ん、なんかほら、なんかちょっとこ
なんかもうちょっとね、本当はね、なんかあの欲しいんだけど細いよね最悪なんだけど、触覚の部分をちょっと減らすしかないのかな、どうしよう。まあね、こうやってこれでいることあんまないけど。パルサさんこんばんは、こんばんは。そう、お気持ち程度のお気持ち程度の、うん、なんとか生きてるなんとか生きてる。ゆうた結婚してよろしく。お気持ち程度だよ、好きな気がする、嬉しい。片耳出して、はいやばい、片ついて、お気持ち程度ので、これはお茶。うん、うん、笑顔が可愛くて好き、嬉しい。ストロー届いてるよ、見て、なんかさっき潰れた、ほら見て届いてるね、これを飲む。マイカのリンクくんになりたい私心配ない。みくちゃんこんばんは、こんばんは。ストローさん、なんかリップを塗ってしまって、イコタイムの前に、それであのなんかストローがあって落ちててで使った、うん、今日のリップはね、プラム、シアルさんのプラムを使ったけど、なんか今日いろいろちょっと片付けたので、ちょっとしたらなんかね、新しい、なんか新しくないけど、なんかリップを見つけたの、なんかオペラのピンクレッドっていう可愛い色、塗ってみる。うん、え、なんかどれくらいか、もう全然なんだけど、とりあえず段ボールを4個ぐらい捨てて、でなんかとりあえず片付けたんだけど、これはあと今日はあの私が頼んでたワンピースが届くって予定だったから、ずっと耳を澄ませていて、で届いたのワンピース嬉しい。あとニットも届いた、もう一個買ってた、あの注文してなかったんだけど、そのニットも本当は明日届く予定だったんだけど、今日なんか来て、危なかったよ、イコタイム始まるちょっと前に来てイコタイム始まるやんって焦った、まさか来ると思ってなくて。なんかあのスナイデルさんのワンピースは前の日もうその今日の午前中って決めてたから分かってたんだけど、もう一個のニットは今日届くと思ってなくて、マジピンポン鳴る案件すぎてびっくりした。うん、危ない危なすぎ。大宮からそうだよ、はるばるありがとうございます本当に。うん、お話し会の日にねちょっと来たいなって思ってる、今のところ。そうそう、ニットはねめっちゃ可愛い、なんか求めてたニットだった、私があのここがフリフリになってるやつね、どこのだっけな、ビルセレクションかなの多分ニットで、あのフリフリが多めのニット求めてた。そうでもそこにはあのなんかもうなくて、で取り寄せで、なんかそれは名古屋から来た愛知から来たニットしんど、でも早くない、今日届いたんだよ。うん、それも可愛いからお披露目する、行くタイム見ててありがとう。そうそう、旅してきたんですよ、ありがとうっていう気持ちで、
だからびっくりして、えもう届いたのって思って、そう受け取ったんですよちゃんと。でもサイン会とかもあるし、なんかお披露目したいなっていう気持ちです。よかった、届いて。リュクちゃんハートありがとう。よかったよ、はるばる届いたよ。長旅疲れそう。ね、すごいよね卓球さん。いや本当に感謝。いやもう届かないね、もう多分届い、うんうん、特に頼んでないかな、もう感謝しかない、ありがとうございます。ダンボールじゃないよ、ダンボールで来てなくて袋で来たから全然大丈夫。キクちゃんこんばんは。こんばんは。早い、すごいよって天才だ。トラさんハートありがとう。そう最高。あとはでもあの福岡に送りたいものがあって、それに今詰めてて入らなくなっちゃって、段ボール取ってた段ボールにつけて入れてたんだけど、コートなんか着たいコートがあって、それを妹に送りたくて入れてたら、もうコートがなんかかさまるんですよ。なんか頑張って縮込めてもなんかねやっても本当に入らなんかぎゅうぎゅうで、なんかもう本当にどうしようと思って、とりあえず詰めて早くね送りたいんですけど、うーんコートかさぶるからね、でも方法がないから送るしか、頑張って圧縮、あ確かに圧縮すればいいのか、圧縮の袋を買わないといけないよね、圧縮袋みたいな売ってんのかな。掃除機はあるよ、自分もダウン送るね、大変だよね、どうしようって思って、困ったさんって感じ今。え100均で売ってんの、やば、圧縮袋送りましょうか、やばい。え100均で売ってんの圧縮袋、マジ、えすごいじゃん。えちょっと買ってみようか、え怖いんだけど、でもえコート入る、入るかなコート、えすごいすごい、あ大きい、あそっか大きいサイズ、そっか。ルンバは福岡にいるよ。トッシンこんばんは、試しにちょっと買ってみ、えちょっと買ってみようかな、お願いしたいな、ちょっと、圧縮袋欲しいの、やばい。こんばんは、イコタイムお疲れ様ありがとう。200円とか300円くらい、えマジでお願いしたい、どうにか。そう早く送りたいんだけど送れないから、なんかパン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 コちゃんすぎて、そうやばい。掃除機なくてもいける、えすご天才じゃん、かわいい、ありがとうイラートさん。触覚はね今ね減ったってなっちゃう、なんか触覚今なくして、一回今この配信ではねなんかなくしてみようみたいになってやってたら、なんかここがないと変だよねってなっているだけ、うん、ダイソー欲しい、ダイソー近くに、ダイソーセリアでもいいけど、口紅似合う、嬉しい。あ渋谷、え原宿のさ、原宿通りにあるさ、あの大きいダイソーよくない、行きたい、あそこ何でもあるよね多分、優秀百均、ぬいぐるみと一緒これねやばいよね、うん嬉しい、お話し会でリサワシーなって書いてあるウルトラマンさん、あのお話し会嬉しかったよ、あえてあえて話せて、うん人多い、わかる人多い、 TikTok 見た、あの乃木坂さんの曲で作ってくれてた、見たよ、ずっと見て、ずっとこれ
しんどい。今日見れて嬉しい。あやちゃんありがとう。今年最後の満月見て、見てない見てない、忘れてた終わったもん終わった、まだやってる、月ってずっと、え、まだやってる、見る見る見よう、絶対まだ上にある、絶対見るやってる、まだ絶対、月綺麗なんだ、見ないと閉店とかないか配信終わったら見るね。おみかぐちゃんお疲れ様、ありがとう。今日はねインスタ上げるつもり、そういえばだからもう準備はできて、多分ずっとやってるずっとやってるか、うさぎはもちついてる、え、すごいじゃん、そんなとこまで見えるの。9時台天才でしょ、あげるから今から。あ、なんかバグ、あ、なんかバグりそうな予感する、やめてほしい、お願い、もう用意はできてるんです、私は天才、今日押さない、そう、触覚ないと押さないの、イコタイマー触覚あったけど全然よし、これでもう上げる準備はできているので、あとはこれタグつけるか、服のタグはいっか、じゃあ上げたいと思います、あ、あん、上げたいと思います、レッツゴー、来たかな、来たよ来たよ、いよ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 、あ、待って、よくない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 、ね、バグってるよね、最悪、もなんで、え、マジで消した、もうダメダメ、なんで、え、なんかさ最近なんかさ悪いよねインスタ、大丈夫そうねえ、ちゃんとしてよ、しっかり、最悪、なんなん、あ、服のタグ、あ、あのあれです、はし、あの服のタグはあのあれです、アットマークでつけるってやつです、でもつけないから最悪、次こそはいけるかな、え、大丈夫かな、いきます、お願い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 、神様、これだいたい2回目ってできなかったら本当におかしい。よし、無事にあげられました、これはあのあの話しかけた方に撮ってもらった写真話しかけた写真話しかけて撮ってもらった写真です、これは引きでね撮ってもらいたくて、なのでね、もしこのだよっていう方がいらっしゃったのはあれですけど、うん、そう、色合いめっちゃいい、下からそう無事にねあげられました、でもコートの置き場に困って手に持ってんの、やばいじわるじわリズム、でもあのバッグもお披露目できてるから嬉しい、今日も見に来れたよ、ありがとう、あかねんちゃんありがとう、うん、そう、これもスナイデルさんのワンピースだった、写真撮れてなかったから、そう、前髪ね切ってないの、なんか分けすぎ、うん、巻きすぎた、めっちゃ可愛い、嬉しい、ジワリズムジワリズム、二度目で成功した、よかった、こんばんは、今日カイロ頼みました、あ、ね、そう、いっぱいカイロね、マグマ見た今日、サークルとかね、マグマ買ったって、マジ
ジで暑いから気をつけて、マグマ本当に本当に本当に暑いから。今日ストレート、そうストレート、うん、やけどしたい人、いやマジで気をつけてね、本当に選べない。マグマ売ってた、やばいよもう。うん、福袋、福袋さ、ありさ買ったことなくてさ、なんでもないの。激アツだよマグマは、本当に寒い時とかに使った方がいい。一回もないね福袋、ないかも。うん、時計、アップルウォッチたまにつけてるよ。充電器がちょっとすぐ消えちゃうことが多いんだけど、今日あったかかった。天気、ぽーちゃんかわいい、ありがとう。使いこなせてるかはちょっとわからないけど見てる、なんかそう見たり見て、なんかあの何歩数計とかもたまに見る。今日の歩いた距離とか、歩いたあのなんだっけ心拍数とか見る。そうブラウザラのやつ、そうだよ、すごいよね心拍数のやつ見れるの。歩いて、なんかでも触る、歩いてる時と全然な時めっちゃ触る。いのちさんこんばんは、こんばんは。そう健康、最近結構あの運動する、運動、歩いたりとか体操をしたりしてる。そう心拍数怖い、警告。そう冬のブラウス寒くてね、寒いよね。今日とかまだ行けてるけど冬は寒い。うん、時計デコレーション、え、これ、いや特に、まあしてるのかな、これキラキラ。大鳥あすさん、初見さんこんばんは、初見さん、りさちゃんありがとう、嬉しい、ストーリー見てくれて。キラキラ、そうそうキラキラあるよ、これにしたい、まだいけてないのつけたくて、これ、これが可愛いよ絶対。ベルボありがとう、絶対可愛くない、ほらないけど今再現 VTR すらできない事案が起きてる。こんばんは、可愛いでしょこれ、キラキラな、キラキラ、制限みたいにできないじゃんです。今日かわいいキリトだ、ありがとう、いつも名前嬉しいよ、本当に見に来てくれて、こんなよくわからん配信にない。そう本体はこれ、もともとこのベルトがついてる。そうでこのカバーはあのはめた、かわいいキラキラしてる。そう長さがそう早く調節したい気持ちでいる。今日も癒しありがとう、こちらこそありがとう。そう今日はうーん10時までみんなでサイレントを見よう。今見てるよりさずっと見てる、先週が見れなくて見逃し配信で見た。あとこの間は君の花になるを見逃して TVer で見てたら、移動中に見てたら寝てしまって途中で寝てしまって話が分かんなくなっちゃって話が分かんなくなっちゃってもう一回見ようって思うんだけど、どっから記憶をなくしたのか覚えてなくて困ってる。もう一回見よう、寝落ち、うんあと煙突町のプペル、プペルだよね、プ
ベルを見て、まだ映画を見てなくて、あのアマプラで見てたんだけど、それも寝落ちした。あのなんか分かんなくなっちゃった途中から内容が。Rつけてかわいい。そうでも大体その4時に起きた時とかに見ちゃうから悪い。それがプペルね、よく分かっ、まだ全然分かってない内容が。1月のサイン会楽しみ、ありがとう。なんか翔子からめっちゃプペルいいってめっちゃ言われて、で見に行ってたんだよね多分映画で、面白いよみたいになって、であの会ったのよプペルが、普通にアマプラで会って、えあるじゃんみたいになって見てたら寝た。いつも寝落ちしないけど朝4時とかに起きちゃったから寝ちゃったよね。あの芸人さんも出てらっしゃるやつかもしれない。うん、そう仕事戻るね、ありがとう。竜とそばかすの姫は見た、可愛かった。やっぱりダメだ、4時とかに起きた日に見ちゃいけない。そう普通の日に見れば大丈夫。普通の日っていうかもう普通に起きて普通に見れば大丈夫。早く起きた時に見るとよろしくない。そう寝落ちした。眠くなるよね映画館では絶対寝ないんだけど、そういうので配信とかで見てるとなんかわかんないけど、ね、なんか寝ちゃう時ある。本当に本当に本当にそうだよ。せっかく終わったでしょ。でももうそろ配信あるよね、絶対見る。あれは見ようって誓うのにいつも。でも最近映画は特になんか見たいパッて思い当たるのがないかもしれない。あ月の満ち欠けね、あ見たいかも。それ感動系、感動系は結構好き。うん、恋愛感動系か、感動系はいいね。そう映画館ではね寝ないよ。そしてまた私が見たよ、あスズメ見てない。そう泣けるやついいね。映画最近見てない、餌も見てないよ。いつが最後だろう、え本当に見てないかも。うん、寝落ちしてスマホの充電忘れるの怖い。あーね怖いよね、朝起きて充電ないみたいな。コナンね、ユミちゃんこんばんは。コナンとかやっぱあれが人気最近は。えもう終わったかあれ。ワンピース人気だったよね多分。曲は知ってるけど内容が分かんない。元気出たはるちゃんありがとう。水曜日安いよね映画。そうワンピース見た、ワンピースもねめっちゃね見てる方多かったと思う。ポップコーン食べる食べる絶対。こんばんはこんばんは。平日朝かな、朝の映画館。ああね映画館朝すごい、映画館いつも行くとしても昼とか行っちゃうことが多い。うん、そうだいたい昼とかとか、なんかよっぽど見たいとかっていう映画じゃないとほんと行かないことが多い。うん、こんばんはこんばんは。夜いいね、夜の映画館ってロマンチックじゃない、なんか一
たことない夜昼ばっかり。ああ確かに朝行くと昼に終わっちゃうもんね映画。そっからそうだね確かに。塩バター美味しそう、美味しそう。オールナイト、どういうこと？オールナイト映画館でポップコーン食べたい。午前中に行くと時間めっちゃ進んだ。確かにすごいね。今日はバブミが強い。なんでだろうね、なんでだろう。今日やっぱ前髪巻きすぎたからか。25時スタート、1時、やばくない？1時スタート、すごっ。飲み物はねメロンソーダとかな。メロンソーダとかな。キャラメルも食べたい。夜中でやばいね。1時から始まるの？終わるのに3時とかなるよね全然。マジか。ね、幼いってめっちゃ言われる。あれかな、触覚、触覚問題。 MV 集の選果、ただ一休さんだ、ありがとう。寝そうだね、やばい。でも1時やばい、ね、お化けです。怖い、怖すぎる。ゆうちゃん、お話が当たった、ありがとう。お化けやばい。夜中の、怖いね。フォローしました、ありがとう。バブバブしてるのやばい。なんでだろうね、不思議不思議不思議。触覚だよ絶対。だって触覚だしね、ポニーとかしてもやばい。ほら何もないもん。やばすぎ、何もない。耳出てると多分そっかもね。そうだよ多分。赤ちゃん来た本当にやばい。赤ちゃんじゃマジでないからね私本当に。でもほら見て、こうしたら大人になるよね。あ、つかしちゃんサイン会ありがとう。13枚目のサイン会楽しもうね一緒に。前髪憧れ。前髪ね今日薄いのよ、なんかいつもはもっと重い。ちょっと成長したでしょ、全然違うよ。私本当に髪型で変わるから。これはいつも、まあ、いつも大体ストレートの時は両耳をかけて触覚を出している。どの髪型も好き？触覚ないおろし好き？触覚、さっきのやつ、幼いやつ。昨日、おとといの、なんだっけ、あ、これ？これのやつ。これですか？はい。これが好き？これなんかあんま話しないね、そこまで。なんかでも大人っぽくない？なんかちょっと大人っぽい気がする。どう？そうでもない。これはね、あ、そう、無理、外せない。あるよ、ここに置いてある。社会人3年目やばい。社会人3年目 OL さん、やだ、本当にやめてほしい。OL さんに見えるのにさ、すっごいじゃん、バブバブになる月もあって。何？ OL さんがイメージ分かってないね、ちょっと。とりあえず大人のイメージ、銀行員っぽい、オフィスレディ、
え、わかんない、普通がいい。本読んでそう。そんな、そう、受付のお姉さん。玉ねぎで涙出そう。あら、泣かないで。アイドルっぽいが一番嬉しいかも、今は。うん、絵描いてそう。絶対ね、絵描いてそう。そう、偏見タイムで突然始まる。勉強してるふりしてそうって本当に失礼、本当に失礼。秘書っぽい、何それは。棒人間は本当にありえない。棒人間じゃないよ絶対。いや嬉しい、ありがとう。なかなかさ、イメージ変わるよ。ほら全然違うでしょ。メシガちゃんこんばんは。こんばんは。やっと日曜のサインお話し会。あ、みなちゃんありがとう。図書室で本返し忘れてそう、本当にひどい。私はちゃんと期限までに返すよ。頭良さそう。でもよくあるよね、こう声かけてたら頭良さそうって。なんか誰がかけてもなるよね、頭良さそうって。誰がかけてもなりそう。そう、イメージね。何、ビジネスクラスでハンバーグ食べそう。いや、いっぱいいるよそんな。暗算得意そう。どうやら絶対ない、悪いってないよ私みたいな人。これは何も入ってない、普通におしゃれな感じ。フルートって絶対ない、絶対ないでしょ。スタバで黄昏てそう。川島選手好き。こんばんは。バイオリンしてそう。バイオリンは中高の時しかしてない。マジで可愛い、嬉しい。マジで可愛いって言われると嬉しい、やっぱりこうやって。へえ、校則厳しいよ、マジで厳しい。私の学校厳しかったよ、中高厳しい生活だった。マジで可愛い、嬉しい。そういっちゃん、メンルンバさん使え、ルンバ、ルンバ、ルンバはだって動くよ自動で。自動で動く。うん、手料理頑張る。当たり前で嬉しい。部屋が切れそう。え、それはねやばい。あ、嬉しいけど実際違うからやばい。あ、ルンバ使えないよ。ちょっともうダメ、掃除するとこない。逆にあのぶつかりすぎて、あの交通がない、交通が、ルンバの交通がない。床が空いてない。しんどい。肉じゃが食べたい。あ、肉じゃが食べたいの、食べたい。使ってない、使ってない、置いてるいつも。ななち、ありがとう。似合わないの、風磨。似合うよ絶対。だってこれっておしゃれなメガネだってあるから、なんか変なのじゃなくて。変なのってなんだろう。常に渋滞してる。オムライス食べたい。え、わかる、オムライス食べたい。うん。うん。前髪は巻きすぎた。似合う、嬉しい。綺麗な、あ、そうなの、そう、申し訳ない、本当に部屋切れそうって。あんまりなんかとっちらかってる。数日後にお医者ちゃんの、楽しんできてね。
今日は豚餃子、偉いじゃん。食べたい食べたい。大掃除頑張る、年末だから頑張る。気持ちはあるんだけど、本当に今日もやってたんだけど、なんか無理だった。なんか変わってないんだよな、景色が。なんか景色は変わってなくて、ありえない。結構捨てたのに、ダンボールだって4個ぐらい4、5個捨てたし、景色は変わりません。後ろの壁かわいい、頑張ってね、貼ったの。前はマイカに1面、あ、3面ぐらい手伝ってもらって。やばい、本当に困ったさんだ。1年終わるし、いや、そうなんですよ、そうなんですよ、頑張んないと。少しずつ、うん、頑張る、頑張ろう。ゴミ箱、ゴミ何回も捨てたんだけど、全然なんだけど、何、もう掃除できない。あ、そうそう、掃除しないといけないんだよね、マジで。部屋の掃除もなんだけど、マジでお風呂とかも洗わなきゃでしょ。あ、なんかちゃんと隅々まで。うん、本当はもう嫌だね、一緒風部屋ですけど。やだん、これですか、もう掃除機。激落ちくんあるよ、激落ちくんいいよね、好き。あれ落ちてくれるから。カビ取り職人、え、最高。え、カビ取り職人、これは鼻当てあるよ、ちゃんとあります。ルンバ、やばい。カビキラーは、ね、持ってるんだよね、カビキラー。ルミツさん、こんばんは、こんばんは。イチョウの服好き、うーやった、ありがとう。うーやった、やばい。イチョウの服ありがとう。でも綺麗になるのいいよね、なんかさ、シュッてやってさ、どんどん汚れがこう落ちてくる瞬間めっちゃいいよね。あー綺麗に、どんどんって思って、どん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 お願いしますって感じ。もう本当に大掃除まだ全然全然です。とりあえず福岡に送りたいものを詰めたけど、コードがあって入らなくなっちゃったで諦めた、一旦。一旦ね。わんこそば思い出した、どん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 。なんか掃除はなんかやりだしたらいいんだけど、やりだすまでがずっと無理。でもなんか掃除配信とかもできない、私多分ずっと多分あの一生ね綺麗にできない。とりあえずなんかこの机のふあたりを綺麗にすることはできるかもしれない、配信中に。でもなんか地割りそう、弱そうだね、いろんなもの落ちそう。一緒に頑張ろう、頑張れない。配信中にお掃除、多分画面からほとんどいなそうじゃない、私。あとなんか独り言めっちゃ言ってそう、え、なにこれとか言って、なんかこんなんあったっけとか言いながら。お料理配信はねちょっとね、君。あ、でもこの間、鼻当ては絶対ない、絶対ない。そう、お部屋掃除やめた、やめた、やめた方がいい、マジ入らない方がいい、入らないでほしい。ちょっと綺麗にしてから入れたい、入れるなら。でも無理だな、なんか家になんか入るのってやっぱ勇気がいらない、なんか私は勇気がいる。なんかあ、こういう感じなんだとか、なんか思われそうじゃない、なんかそれが本当に苦手、こういう感じなんだっていうのがちょっと苦手かも。わかる？そう、ふーんとかもね、ふーんって何？ってなる。
そうそう、こういう風なんだねみたいになるじゃん。はずいよね、ちょっと。うん、それがちょっとはずいかなって感じ。そう、まあ、事前にね言ってもらってもなんか片付けが間に合うかがちょっとわからない。そう、年内は無理だよ、絶対無理無理。でもこの部屋の汚さを理解してる人は大丈夫うん、アンナもいいけど、アンナはなんか多分あの「えっ?」って言う、驚くかも。なんかあまりのなんかちょっととっちらかってるのに。翔子はなんかもう何でも多分「はーい」って感じだと思う多分だからいい、もう何だっていい。なんだっていいよ。うん、もうあのなんかもうね、なんだっていいよ。諦め、お疲れ様、ありがとう。行かなくても何も、うん、なんかまあまあまあ、なんか諦められてるというか、なんかもう私がいい、なんか別にもう別に翔子にどんな汚いところを見られてもなんか別に大丈夫、なんかもう、結婚じゃないけど、しかもなんか別に言わない、言うメンバーいないけど言わないじゃん絶対。だから大丈夫、うんって感じ。レグルスさん、ハートありがとう。夫婦ではないけど、まあまあ逆だよね、翔子のそう部屋とか絶対綺麗じゃん、絶対綺麗じゃんね。本当にいい勝負、本当やばいよ私。うん、でもこの間なんか翔子と話してて、なんかリサとはなんか高校とかの同級生みたいな感じのノリだから、常にだからなんかもうみたいな感じらしい。だから嬉しい、なんかそんな高校生の同級生と一緒でいいの私ってなる。そうだよ、年だよ、だって私の妹と同い年なんだから。しようか、弱くない？三つさ。でもなんかすごいよね、なんかちゃんと知ってるから、そうちゃんと知ってるから最高。しゃちゃんのまいちゃんありがとう、すごい。え、歌ってんじゃん、モニタリング。あ、君の花になるの歌じゃん。急にモニタリングの話。え、見てるよ。え、これ何、モニタリングしてんの今。見てるよ、見てるよ。急なテレビトーク入る。そう、次回まだ見てない、寝ちゃったんだよこの間、本当にバカだ、なんで寝たんだろう。でも大丈夫、もう一回見る。うん、歌の時間、え、終わり、やばい、あと2分でランキング。モニタリング見てる、え、この後何
知らないかも。来週のNSね、楽しみにしててください。あ、嘘、マジ、じゃあ見てないからやばいね、知らないんか。人気だよね。だってもう終わりなんでしょ、今月末解散なんでしょ。めっちゃさいいのにね、歌とかもみんなの声とかもめっちゃいいのに、なんかもったいないとか思っちゃうもったいないとか思っちゃいけないかもったいないって思っちゃう。来週絶対見る、ありがとう。うん、ショールーム終わる前にゴルフの YouTube 見てくださいって。みんなゴルフの YouTube、 あ、そうだ、公開されてみんなのコメント全部見てるよ。優しい、みんなに見てほしいって言ってありがとう。あ、そうだ、あさって新しいやつもね公開されます。プレゼント企画もあるのでぜひ見てみてください。 YouTube 監視、そう、全部コメントも、もう何件コメントあるとかまで見てるから見てます。そうそう、常にしてくださったりする。うん、そう、やばいでしょ、やばすぎそう、何件とか。でもなんか前回の初回とかよりかはなんか見てくださってる方が多い、嬉しい。こんばんは、こんばんは。あ、ランキングを見たいと思います。ツイートも全部見てるよ。うん、1万回目指したいけど。そう、でも5000回以上見てくださってて嬉しい。うん、1万回を目指していきたいと思います。じゃあランキングを見たいと思います。13位トリアスさん、12位平畑さん、11位ジュギ、10位ゆうちゃん、9位ゆうのくん、初めてだね。8位緑茶、7位のりひろさん、6位おこなべりちさん、めっちゃ気になるよね、おこなべりちさんの名前も知りたいです。今度5位おこめちゃん、4位おしおちゃん、3位あきららさん、2位ざんまいちゃん、1位がとめぞうさんでした。ありがとうございます、ありがとうございます。見てくださってありがとうございました。今日はあれがありますよ、この後。みんなもね見ますか、サイレント。今日はエコタイムから見てくださってありがとうございました。あとインスタはショウコと言ったイチョウ並木の写真をあげたのでぜひ見てみてください。あとは明日また配信多分すると思うので見に来てくださいっていう感じかな。コメントもね全部見るので、あ、ゴルフのコメントを見るよ全部。確かに1万回目指したい、あともうちょっとだから、ぜひ見てもらえたらと思います。今日はイコタイムから見てくださってありがとうございました。すごい、3700人の方見てくれたの、ありがとう。また明日話そうね、ゆっくり。またね、バイバイ。